こんにちは、粟田洋介です。絵の値段って合ってないようなものなんですよね。そんな合ってないような値段を決めるのって結構大変なんですよね。そこで今日は絵の値段を決める方法を2つほど紹介したいと思います。この方法は多分結構多くの画家が使っている方法だと思います。絵画を販売している方、それからこれから販売しようと思っている方や、興味本位で絵の値段ってどうやって決めてるんだろうって疑問に思っている方は参考にしていただけたらと思います。絵を完成させた時にその絵を見て、だいたいこの絵いくらぐらいだなって感じで感覚的に分かって、それでこの絵はいくらだって決めちゃうことができたら一番いいと思います。私は絵を描いてる時とか完成させた瞬間とかにお金のことを考えてないので、そういう風に思うことはあんまりないんですけど、その瞬間この絵はいくらかなって思った時に大体の値段が感覚的に分かります。だけど分かるっていうよりはそういう風に思うだけで、その感覚には感情が入ってきます。だからその感覚っていうのは一貫性がなかったりして、その金額っていうのの上下が激しくなります。私の場合はですよ、まあ絵の値段っていうのは合ってないようなものなのでそれでいいと思うんですけど、自分が売りたいと思う金額と人が買いたいと思う金額が一致するとは限らないので、感覚だけで決めてしまうっていうことが私にはとても難しいです。でもそれでうまくいってる人はそれでいいと思います。でも例えば絵を描いたばっかりの時っていうのは、その描いた時の苦労とか思い入れとかいろんなものが混じって作品を高く評価しがちになっちゃったりとか、なんか気が弱くなってる時は値段を低く設定しがちだったりとか、他にもいろいろあると思うんですが、そんな感じで感覚的に決めると気分によってその値段っていうのが上下して心が動いてしまいます。なので価格を設定する目安となる方法を取り入れることによって、そういう風に感覚だけで決めなきゃならないっていうことがなくなります。そこでちょっと一般的な2つの方法を紹介したいと思います。一つ目の方法は作品の大きさで決めるということです。これは私が使っている方法でもあります。例えばこの絵の値段を設定するとします。その時に作品の縦の長さと横の長さをかけて面積を出します。このキャンバスだと横14センチ縦18センチとなります。縦かける横で252平方センチメートルとなります。それであらかじめ1平方センチメートルいくらってだいたい決めておきます。それに面積をかけるとこの値段が出てくるってわけです。その数字をあらかじめ決めておくと、例えばこっちの大きさですね、大きいキャンバスだといくらになるんだろうということで、縦かける横かけるその決めた数字で計算して出た数字がこの絵の金額となるんですが、その金額をそのまま使うんじゃなくて、この作品に費やした手間だったりとか、まあ一番私が気にするのがこの絵にどれだけのアイデアが詰まってるかということですね。それからこの作品の出来栄えですね、芸術点とか技術点とか、まあこれは自己評価です。その評価っていうのは最初に言った感覚的に値段を決めるっていうことですね。だけど感覚的に値段を決めるだけだと感情に左右されちゃうんですが、このサイズでの目安を最初から決めておくと感情に流されずに価格の上下を決められるっていうことです。ただこの計算を全ての大きさでやってしまうと、大きい作品は高すぎる、小さい作品は安すぎるっていう風になってしまいます。なので私は小さい作品にはちょっと大きめの数字で設定して、大きくなればなるほどこの数字を少なくしたりしています。でもそうする必要があるかないかの答えは決まっていないので、自分が思ったように決めたらいいんだと思います。またこの面積にかけるこの数字なんですが、この数字を私は使う画材によって変えています。例えば油絵の具とか水彩絵の具とかアクリル絵の具、もしくは色鉛筆とかペンとか、そういったものですね。やっぱり油絵の具で描くっていうのはそれだけ大変だし、絵の具の値段も変わってきます。紙に描くかキャンバスに描くかでも違ってきますよね。あとはもちろん額に入れるときは額の値段を足したり、マットフレームを使ったり、額装にちょっと手間がかかっているときはその値段もプラスさせていただいています。2つ目の方法は時間で決めるっていうことです。
まあ時給ですね。まずは自分の時給っていうのを設定します。それに時間をかけます。それにプラスして経費ですね。旗から見ると絵を描いて販売するなんて、まあ絵を描く時間とあとは絵の具とかキャンバスの経費だけだろうって思ってる人もいると思うんですけど、1枚の絵を販売するには絵を描く以外の時間もそれ以上にかかるし、経費も画材だけではありません。例えば材料を買うにはお店に行く交通費とか、通販で買うんだったらその送料がかかりますよね。あとは展示会とかイベントで販売する場合はそのイベントの参加費とかギャラリーとかの場所代っていうのもかかります。お店で販売していただく場合はその手数料もかかります。またその場所に持っていくためには送料とか、自分で持っていくには交通費もかかります。その移動をするにも時間がかかります。そしてイベントとかで販売する場合は自分がそこで販売するので、その時間もありますし、その準備にかかる時間もありますし、片付けの時間もあります。そしてその交通費だったり、あとはちょっとした事務仕事もしなければならない場合もあります。そういった経費も考えると、時給かける時間プラス材料費だけでは赤字になってしまいます。でもその経費を全部計算してたくさんある中の一つの作品にそれを割って取り入れるのはものすごく大変だし、正確な金額を出すことはできません。しかもこれは人によって違うと思うんですけど、私がそれをやると一つの作品の値段がものすごく高くなってしまいます。そこでこれはある人から聞いたんですけど、時給かける時間プラス材料費かける3という感じで計算している人がいるそうです。まあ材料費を3倍にすれば、さっき言った経費もろもろがもしかしたらカバーできるかもしれません。そのかける3っていうのは一つの方法で、この3っていう数字を4にするとか2にするとか5にするとか、もしくはそれも全部時給として時間を増やすとか、まあいろんなやり方があるんですけど、時給で金額を設定するっていう方法もあります。そしてそれも金額を決める目安になるんじゃないかと思います。こんな感じで2つの方法を紹介したんですが、まずはさっきもお話ししたように、自分が売りたいと思う金額と人が買いたいと思う金額っていうのは同じとは限りません。まあ絵の値段っていうのは合ってないようなものなんですけど、なんとなくの相場っていうか、まあ自分に合った価格の目安っていうのを、人の展示会などを見に行ってその作品についてる値段を参考にするっていうこともできます。例えばさっき言ったこのぐらいの大きさだったらいくらいくらぐらいで、このぐらいの作品だったらいくらいくらで販売してる人が多いっていうのをそこで知ることができるわけですね。そしてその値段っていうのは、すごく人気のある作家さんの作品とかだと、もしかするとその値段はすごく高くて、まだ始めたばかりの方がその値段をつけてもちょっと高すぎる場合もあるかもしれませんし、一人だけの作品を見るんじゃなくて、できるだけ多くの作家さんの作品の値段を参考にしたらいいと思います。また自分が展示しているギャラリーやお店の人と、この作品はいくらぐらいだったらいいかなっていうことを相談するのもいいと思います。さっき時給で計算する方法を紹介したんですが、私は時間で金額を計算することが好きではありません。ただこれは好き好きだったりとか、計算のしやすかったりとかで、時間で計算することが悪いことだと言ってるわけでも、それを批判しているわけでもありません。ただ私はできれば時間で仕事をしたくないなと思ってて、絵を描いてる時に何分何時間かかったなんて測ってないし、同じような絵でも30分でできる時もあれば30時間かかってしまう時もあります。例えばすごく調子が悪かったりとか、頭の回転が悪かったりとか、あとは集中力がなかったりとか、そういう理由で30時間かかっちゃったとしたら、30時間かかりましたっていう値段を設定するわけにはいかないと思うし、30分でできちゃった場合も、いつもなら3時間かかるのにすごく冴えてて、ものすごいいいアイデアが出て、3時間かけた時よりも30分で描いた作品の方がすごくいい出来栄えだったとか、そういった場合に30分でしたって言って30分の値段をつけるっていうのもちょっと納得いかないし、ある程度の時間を参考にするんだったら平均どのぐらいかかる、まあ3時間ぐらいだったらそのぐらいっていうことで考えるようにしています。だからさっき言った面積かけるなんとかっていう数字ですね、この数字もある程度どのぐらいの労力がかかる、どのぐらいの時間がかかったっていうことも多少は考えて決めています。
ただ私の時間っていうのは他人には全く価値のないものだと思っています。作品の質だったりとか、その作品が欲しいと思うことの方が、私が何時間かけて書いたっていうことよりも人にとっては価値があることだと思います。まあ何時間仕事をしたっていうよりも、どんな仕事をしたかっていうことに価値があると私は思っています。どんな仕事をしたっていうのにはストーリーがあります。そしてそのストーリーには価値があると思います。例えばどういうことがきっかけでこの作品を書くことになったか、そしてこの作品を表現するためにどんなことを工夫して、どんなことを思って、そういったことをどのように表現したからこういう風になったとか、そういったストーリーによってその作品に意味が生まれます。そういったストーリーを作品を見る方や買う方にお話しすることによって、その作品の意味っていうものをシェアすることができるんじゃないかと思っています。そういったストーリーは作品を制作する時間っていうこととは全く関係ないことだと思います。そして私はそのストーリーの内容っていうのも値段を設定する基準に取り入れています。今紹介させていただいた以外にも私が知らない方法がたくさんあると思います。値段の設定って結構難しいですよね。さっきも言ったように、自分にとって都合のいい金額と人が購入するために都合のいい金額っていうのは違います。そんな感じで考えていくと、見えない経費っていうのがたくさんあって、まあ私の場合なかなか儲からないんですよねですがこの動画が少しでも何かの参考になれば嬉しいです。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。